では続いてはワールドカップ本大会の組み合わせを見てみます。これだよ、大事なのはこれね。開催国のロシアはサウジアラビア、エジプト、ウルグアイといいですね。はい、なりました。かなりいいですね、 A グループ。グループ B では優勝候補のポルトガルとスペインが同じ組になりました。その他に注目なのは F です。 F 何？ F はドイツ、メキシコ、スウェーデン、韓国の4カ国4カ国になっていまして、はい、前回王者のドイツは今大会も優勝候補筆頭、メキシコは6大会連続ベスト16、まあ、ここ2強やな。そうなんです。そしてスウェーデンはイタリアを破って、結局出場を決めてるので、はい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 、韓国にとってはちょっと全部が全部やばい。そうやね。でもこれで韓国もし行くことがあったらかなり乗るんじゃないですか。まあ確かにそういう的に言えばそうですよね。まあドイツは行くでしょうけど、いやー1位ですよね。メキシコとスウェーデンに勝つか引き分けておかなきゃダメですよね、うん、でドイツに 1-0 ぐらいで負けないと無理ですね。でもメキシコもスウェーデンも乗ってるからな。そうよな、メキシコのサッカーがしたいって言ってる時代あったからね、日本もね。ポゼッションでね、サッカーポゼッションボール回して。あ、でもやっぱブラジルは毎回思いますけど、スイスと一緒の時多くないですか、ブラジルって。ブラジル、スイス、これブラジル楽ですね、ここ思いました。ブラジルめっちゃ楽、絶対行くな。引きが良かったですね。アイスランドどこにおんの？わあ、アイスランド強いな。てかアルゼンチンとナイジェリアまた一緒やん。もういっつも一緒じゃない？そんなイメージあるわ、アルゼンチンとナイジェリア。いや、これアイスランドはクロアチアに勝ってきてるから予選で、うんうんうん、まあクロアチアは手の内分かってるでしょうから、これアイスランド来たら嬉しいな。アルゼンチンとアイスランド大注目ですよね。大注目、うん、日本もいいっちゃいいねんけどね。日本敗退 H でもね、ポーランド多分ね、このまあこれまあランキングだけで見たらあれですけど、いや本当そうですよ、強すぎるチームがないじゃないですか、この本当にそうです。他の3つがだから本気で来るんですよね。あ、だからしんどいんですよ。でまだブラジルとかアルゼンチンがちょっと油断して控えチーム作った時の方が引き分けれたりする。これほんまにガチで来るから。でもなんか抽選会見てた時はなんか結構割となんかほっとしたって反応が多かった気がしました。いやいや、これは強いと思うわ。2択みたいな時になってて、コロンビアまだマシみたいな、んかな、すごいな。セネガルとかとやるのちょっとどんな試合になるかみたいね。うーん、でポーランド6位な今ランキング。思いました、むっちゃ上、すごいな、うん、ポーランドって誰？ポーランド、レバンドフスキー、ああとか、あーポーランドは国旗も似てるしな、日本とな、白と赤で、そう、間違わないようにしないと、よ、多分下赤上白とかそんなんじゃなかったかな。日本は白に赤丸やけど、うん、似てるの。国旗対決負けれないよ。負けた方が国旗取られちゃう。それ、 、うん、それぐらいの気持ちでいかないとダメ。確かに、うん、青と白になっちゃうことにしましょう。じゃあ負けたら、あ、そうしようか、うん、あれ、それ小島子ちゃん決めちゃう、はい、さすが、これが F ちゃん TV なんですよ、はい、次から青と白でいきますよ、はい、どっちかがそうです、どっちかがそうします、はい。ではここでベッティングサイト何でしょう。ではここでですね、ベッティングサイト、はい、ウィリアムヒルが出しているグループ H の勝ち抜き予想オッズを見てみます。あ、ちょっとひどいです。コロンビアに 1.36 倍、ポーランドに 1.53 倍、セネガルに 2.5 倍、日本は 2.75 倍になっているので、日本は最も低いって言われちゃったんですよ。なめられてるってことだ。まあいかないだろうと。まあでもまあまあ、組み合わせ抽選の際には日本と韓国が最後まで残りまして、うん、日本も韓国 のグループ F に入る可能性はあったので、じゃあまだちょっとそういい組に入ったなってなってるやな、 H でまだ良かったんじゃないかなっていう声があった気がしました。確かに、うん、しかしですね、ポーランドにはレバンドフスキ選手、うん、セネガルにはサディオマネ選手、うん、コロンビアにはハメス・ロドリゲス選手、うん、各国の世界トップクラスのアタッカーが揃ってるので、日本はこういう系のそのね、精神弱いっていう、ね、強いアタッカー来た時が危ないよな。だってもうケーヒル出てきただけでも危ないんやから。 あれすごかったですよね。あの雰囲気、そうよ、やられそうな空気すごいみんなあれなんなんやろね、あれ入ってきた時の日本のこの、うん、大丈夫っていう感じ、うん、そうそう、でも選手がそうなんじゃなくてサポーターがそうなっちゃうんだよね。サポーターがね、不安になっちゃうんだよね、うん、私もそうでしたし、うん、申し訳ないなって。まあそういうのもな、この図に表れてるんですかね、うん、あれはすごかったですね。逆に日本が勝てばみんなびっくりするから、いや本当そうですよ、勝ってほしい
しいですよね。だから逆にこうやって、まあ、評価的には最初はそうやって予想されといて、はいはい、まあ舐めてじゃあここって来いよみたいな感じでやって、そうそう、なんかボコっていって、そうよ、まあせめて国旗だけは白と赤で守りたいね。いやそうですね、長年やってますからね日本もそれで、ね、そうだよね、青と白になっちゃうんでしょ、だって歴史変わりますね、歴史変わっちゃうもん、それきついよ。ポーランドに変わってもらいましょう。ポーランドに白と青になってもらおうよ。はい、ね、はい、気を取り直していきます、はい、さあさらにですね、優勝オッズの方を見てみます、はい、わお、すごいです。ドイツの 5.5 倍がトップでして、ブラジル、フランス、スペインと続いてるんですが、日本はどこにいるかというと下に行きます。どん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 、だいぶ下だな、はい、全32カ国中22位タイの251倍となっています。うん、これすごい、251倍、はい、あーすごいな。アイスランドも一緒だね。でもまあそうです、あ本当ですね、うん、うわーでもやっぱドイツか、ドイツがもうダン、まあ、ダントツ、ドイツ、フランス、イタリアとかオランダ出てたらこの辺食い込んできてたやろな。そういうことですよね。そうかそうか。パナマちょっと失礼じゃないですか。1001倍失礼ですよ。もしね、まあ、お金かけることはできないですけど、はい、ここにかけてここに勝ったらもう一瞬で暮らせますよ。そうですよ。うわ、1万円かけて、だってそのパナマが優勝したら、うん、でパナマに1万円かける、まこちゃんやったら。失礼な間やな。違う。なんでこんな日本が用意されちゃって。じゃあまあ分からんけどさ、一緒にじゃあジュースでもいいわ。はい、かけるとして、うん、どこ、まこちゃん。うわー、でも倍率見て。いやー、でもうわー、100円の34倍、34,000、ロシアやったら。え？100円やったらな。でもそうですよね、下の方でかけるもらえるお金がいっぱいになったとしても、うん、負けたら普通にもらえないですよ。もらえないよ。どうしよう。アルゼンチン。わー、卑怯。大勝負するわけでもなく手堅い感じも違う。アルゼンチンか日本にかけます。アルゼンチンか日本、わー、まあ、アルゼンチンか。日本はもうただただ勝ってほしい。なるほどな。いやー、どうなんやろうな。でもまあドイツちゃう。ドイツですか。俺はドイツだと思うな今んとこ。やっぱもうちょっと圧倒的やな。みんなドイツっていう。うん、各ポジションがもう決まりすぎてる。うまさと強さが相まって強いと思う。ドイツが。ドイツにかけますか。俺はドイツかな。じゃあ、あの缶のホットのおしるこ大好きで、うんうん、それ買ってほしいです。こんな洋風の国にかけておしるこかけてんのこれ。おしるこ好きな、あの缶のやつ。大好きなんです。餅が入ってないやつ。で、あ、入ってないやつ。入ってないやつが出てけへんやつやろ、豆。うん、それが好きな、はい、ちっちゃいやつやんな、おしるこの。そうです、そうです、そうです。飲んだことない。飲んだことある。飲んだことない。ある。あ、女の子が好きなのか。意外と美味しいですよね。意外と美味しい。あ、それにしましょうよ。もし、俺もおしるこ？はい。俺おしるこも好きじゃないけど。え？じゃあ、じゃあ、わかった。おしるこでいいよ、おしるこで。おしるこかけようよ、じゃあ。いいですよ。じゃあ、またおしるこ企画で呼んでください、じゃあ。そうですよ。ワールドカップの後に。ここで乾杯しますから。どっち？あ、じゃあ飲むな。どういうこと？どっちも勝ってるやん。乾杯って何なの？ダメだ。じゃあ、まあ、その負けた方の乾杯もあるし。そうだ。わけわからんわ、ちょっと。どっちかやろ。どっちかが、そうですよ、飲むのを放送しましょう。オッケー。ドイツかアルゼンチンやな。はい。どっちも外れたらまたな。そうですね、また考えます。また考えよう。はい。Fちゃん TV。 皆さんこんにちは。フットボールチャンネル Fちゃん TV の MC の小島まこと、そして公式キャラクターの Fちゃんです。こんにちは。先日ですね、Fちゃんの LINE 公式スタンプが出たんですけど、それは皆さんも使っていただいてますか？はい、ありがとうございます。そしてですね、今回なんと第2弾が出ました。イエーイ。なんか前回は F ちゃんの例えば挨拶系とかも本当日常会話の感じだったんですけど、今回は応用編ということで、ダラダラ系のそのマイペースが特徴の F ちゃんらしい、明日やりまふーとか、明後日やりまふーとか、
いやもうなんかそんな感じもゆるい感じのねスタンプがいっぱいありますので、2つとも併用併用併用して使っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。